それでは本日も毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。さあ G3 アサヒビールカップ、本日予選2日目を迎えました。はい、さあ初日を振り返りたいと思います。初日はね、はい、初日ドリームは原田幸也選手がね、まあ、しっかりインから逃げて、まあ、前半レースもね、はい、1着だったので、はい、まあ、連勝と本当に幸先のいい、うん、幸先書いてましたね。幸先のいいスタート切ってくれましたね。はい、はい、そして他にも連勝があと2人、峰竜太選手、はい、古賀慎士選手のね、サラコンビがね、連勝して、うん、いやいや主力でね3人がね、はい、連勝したけど、うん、まだね地元下條雄太郎選手もね、はい、活躍をしてますしね、いやいや強い選手がねいいモーター引いてれば、はい、強くなるのかなというのがありますけどね。そうですね。そして本日の第12レースもドリームレースが、はい、ダブルドリームでございます。さあ誰が1号で登場するのかな、ということで、はい、まずは本日は今日の注目レーサー長谷さんに挙げていただいておりますので、まずはそちらのフリップからご覧ください。はい、長谷さん、今日の注目レーサーお願いします。峰竜太選手です。お、注目ポイントは最高峰の陰線はい、最高峰の方はもちろん峰竜太選手、いやいや、もうこれね使い古されたフレーズでございますねもう、もうでも峰選手が2日目のドリームは1号艇と、うん、はい、そうですね。そして昨日成績良かったね5号艇にね、古賀慎士選手がいてね、下條選手もね、うん、昨日は2-2、はい、湯川浩二選手も、まあ、4-3だったとはいえね、うん、はい、足自体はいい方だと思いますね、うん、はい、ということで今日はもうやっぱり峰選手のね、もう、うん、グランプリを勝った峰選手のもう陰線を見ましょうと、はい、でも新入もね、うん、まあ、枠慣れですかね、古賀選手もまあ5号艇ならそこまで動かないのかなと思って枠を想定しました。わかりました。で、まあ、峰選手ね、まあ、今季のイン1着率はね 81% あるし、うん、はい、ホームランインに関してはね、うん、19走連続で2連台中、はい、で最近は7連続で1着取ってると。でモーターの仕上がりもね、うん、全体的にいいですね。本人にはコメントも G1 の方が出てたとは言ってましたけ ど、 それでも今節見れば周りと比べたらね、うん、ちょっとずついいですよと言ってました。もうにっこり笑顔の峰選手だったんでね、ニコニコですね、はい、はい、で、まあ、今期の勝率トップ争いもね、うん、今ね山田浩二とね争っててね、同じ佐賀生とそれは本人はねもうそんなこと終わってから考えますからね、言ったんですけど、うん、昨日のねやっぱ走りっぷり見ると、うん、やっぱ強い強い峰竜太だなと思いましたね、はい、ここはもう峰選手からの相手探し、はい、で、まあ、書いてるようにね、うん、モーターで言えば下條、湯川、古賀慎士のこの3人もいいんでね、はい、まあ本戦はまあ安いけどこの1から235235っていうのが本戦かなと、うん、はい、ただ6点出してもね、うん、もしかしたら取り紙のレースもあるかもしれませんけどもここはやっぱりモーターで言えばこの相手は3人かな、はい、そしてまあ抑えではね、うん、中島健一郎選手を出した理由っていうのがね、はい、A1 勝負勝ちなんですよね。あ、なるほど。昨日はね、まあ、陰線1回走りでもねしっかり勝ってね、うん、ほっとした後は行きますよ。あ、よかった。これからが勝負ですからね。そうですね、まだありますから。この6枠で3着とかに入ってくれれば勝率もね、うん、あるんで、ここはちょっと中島選手の3着がまあ薄めとしてのは抑えかなと思い出しましたね、うん、もうね期末も近づいてきれますので、だからもうね本当に今季ラストって選手が、ね、うん、多いですからね。そうですよね。ですんで、まあ、その勝率計算というのも必要かなと思います、うん、はい、わかりました、まあ、それも踏まえて今日の注目レーサーは峰竜太選手、最高峰だぞ、最高峰だぞということで、はい、はい、今日のドリームレース第12レースを挙げていただきました。ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあ長谷さん、元気よくいくか、元気よくいきますか、せーの、困った時の長谷なのみ。今日もここから始めました。佐藤さんがあんまり、ね、元気がない分、私が元気を振り絞っていこうかな。いや、私も元気なんですけどね。おし、はい、ということで、今日昨日はマンションなかったんですよね。なかったんですよ、はい、まあでも、2,3 着はちょっとね、うん、荒れてね、少しまあ本命からまあいい配当になったりもあったんですけどね、うん、ちょっとまあ1号艇後半狙うのはね大体ね、もう1号艇強い選手が乗ってるんでね、そうなんですよね、まあ、人間祭りになるのは多分後半レースですけ ど、 なるほど、うん、ちょっとねここで気になる選手がいたんでね、出してみました。わかりました。それでは気になる続いてのフリップご覧いただきましょう。さあ今日から始まります、困った時の橋田のみ。はい、当てたいですね、当てたいですね。ここはまあ吉村選手がまあ1号艇登場、はい、まあ、彼の陰線は、ね、強いんでね、うん、まあ
吉村選手の相手探し、まあ、侵入もね、まあ、小林選手の今日6号艇でね、うん、どうするのかなと思うけど、うん、まあ、ちょっと枠内想定したんでね、はい、そうすれば吉村選手から相手は枠内を考えれば、うん、4号艇侵入選手かな、やっぱりここね、昨日はね2着4着と成績ですけど、うん、足自体直線自体ちょっといいのかなという気配でしたね、うん、ですんで、まあ、まあ、インから逃げる吉村選手の相手で角からシェギルが行って1四前と1前4、はい、まあ、この辺がまず方面フォーカスですね。方面フォーカス、長谷田のみといえばやっぱりモーターマニアですんでね。そうなんですよ、すんでね、ここ実はね、はい、吉村選手から誰を無印しようかって迷ってね、うん、2号艇を無印したっていうのは、はい、3号艇渡辺選手が気になったんで、うん、あ、なるほど、このね、うん、33号機っていうのはね、はい、初卸から、まあ、松尾松選手が優勝したりとかね、うん、結構 B 級選手が乗っても田川大輝も優勝乗ったんでね、はい、そういったいいモーターだと思ってですよね、うん、はい、まあ、昨日はね6コースからなって4着だったんですけど、うん、思いなりにも押す感じもあったし、エンジン自体には力強さがありますと言ってましたね。ですんでこのね、ちょうど渡辺選手が気になるんでね、出してみました、うん、まあ B 級選手ってこともあってね、はい、ひょっとしたら人気にならないかもしれないけど、うんうんうん、モーターでは侮れませんぞと。なるほど。ですんで、まあ狙い目はね、まあ3からというですけども、インから逃げる吉村選手のまあ3113、うん、折り返し、うん、でそれで、もし飛び出した場合は3、4っていうのもね、うん、面白いのかなと思って、モーターでは狙えるのかなと、うん、モーターマニアの長谷マニア の, あのビビッと反応ちょっと気になった、ビビッときましたここじゃないのかなって、はい、ということで、困った時の長谷田のみなんですが、本日の第9レース、そして渡辺選手にも注目ということで、はい、このように展開予想を上げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあ、本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、本日もありがとうございました。